地図ジャンタルマンタルは、インドジャイプルにある、天文台。ジャンタルマンタルとは、現地の言葉で、計測する危機を意味する。天文学者で、先世術にも、造形の深かったムガル帝国のラージプート族、カチワーハーケの当主、マハーラージャ、ジャイシング二世によって、1728年から1734年に、建てられた。マハーラージャの居城シティッパレスの一角に建てられたが、 現在は、単独した施設として公開されている。ジャイシング2世は、ジャイプルを施設を含めて、北インドの各地に5ヶ所の天文台を建設した。まず1724年に、ムガル帝国の首都デリー郊外に所有する土地に、最初のジャンタルマンタルを建設。カチワーハー家は、ヒンドゥー教への信仰が厚く、聖地バーラーナシーに所有する、カチワーハー家の宮殿の屋根、聖地で、 巡礼地でもあるマトラーとウッチャインにも天文台を建設した。それらのうちでジャイプルのものが最も規模が大きい。2010年ユネスコの世界遺産に登録された。ジャンタルマンタルには天文学や先生術に使用する12の観測器がある。いずれも天体望遠鏡が発達する以前の技術で建設された。これらの施設は ジャイシング2世が治療の首都をアンベール城からジャイプルに遷都した直後、居宅のシティパレスの建設と並行して進められた。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。建設当時はデリーの郊外であったが、現在はニューデリー市内ジャイパーシティパレス P106。 ワールドヘリテッジコミッティインスクライブスセブンカルチュラルサイツオンワールドヘリテッジリストユネスコ2010年8月1日閲覧ジャイパーシティパレス P7 以下の個々の観測機についての説明は地球の歩き方インド P254 から255よりありがとうございます